東京都立町田高等学校は東京都町田市中町4丁目にある都立高等学校である。通称は町田かとも2008年より新校舎にて授業を行っている。2015年4月、旧火星化棟を取り壊し、講義棟が新たに建設された。2007年6月より、進学指導特別推進校に指定、難関国公立を目指す生徒を対象に、 特進講習を土曜に開いている。公式行事に力を入れており、合唱祭、町高祭、体育祭は町高三大行事と言われている。町高祭のゴ夜ヤ祭は町高製のみの参加。合唱祭は伴奏を行わないアカペラ合唱祭であり、近年は J コムホール八王子にて行われている。毎年、球技大会を2日間実施。 校歌の作詞は本町田出身の若林牧春による。全日制では合唱祭の際に一年生の課題曲として練習、歌唱され、公式行事の際にも使用されるが、定時制では校歌紹介と称して入学式時に全日制生徒による合唱祭の CD を再生するのみで歌唱は一切行われない。なお、校歌には、 ピアノ伴奏用の編曲も存在するが、アカペラ合唱の方針のため卒業式以外では演奏される機会はない。定時制は、近隣地区での閉会や統廃合に伴い、近隣地区唯一の夜間定時制高校となり、生徒数が急増。4年生だが、3年編集卒業制度を選択した生徒に限り、高等学校卒業程度認定試験の受験を及び、 合格により3年で卒業が可能となる。部活動では、サッカー、軟式野球部、バスケットボール、陸上競技、自転車競技が優秀な成績を収めており、特に3年連続全国大会優勝のサッカー部と、近年出場している自転車競技部、陸上競技部は、定時制、通信制全国大会の常連である。全日制家庭全日制は、 午前から夕方にかけて授業が行われるが、定時制との兼ね合いから、部活動で使用できる活動時間は少ない。楽器は3楽器制。定時制家庭定時制は17時20分から21時にかけて授業が行われる。当時の校長は、本校は定時制高校を設置しているため平日の部活は午後5時頃まで、その分、土日の部活は長期間になる傾向があったと考え、 ツ日に使える時間は限りがあるため勉強と部活との区別をつけられる。要学校側が改善すべきと検討していたこと、及び2010年や秋に同校が生徒に対して行った調査では、家庭学習時間がツ日2時間未満の生徒は1、2年生とも8割に達したこと、2010年度に都教育委員会は大手予備校などから、 進学指導アドバイザーを招き本校などを対象に進学指導診断を初めて実施した。その結果、改善の余地ありと指摘された中に部活時間の制限があったこと、並びに重点校と推進校が2010年1月に発表した進学指導改善案の中にも土日の部活制限、合宿以外、夏休みの練習は20日以内と、 部活の制限ルールを掲げる高校が相次いだことを背景に2011年4月より土曜日午前の部活動を原則禁止した。なお、都教育委員会高校教育指導課長の宮本、久也はこれまで部活の指導は各部の顧問任せでバラバラだったが学業優先の方針のもと学校に一元化し始めている。部活動は人格形成に有用で その価値を否定するものではないとしている。現在、以下の部と同好会がある。校舎とグランドともに、全日制、定時制の共同仕様なため、互いに時間的な制約がある。単育部分科部同好会定時制の部活動時間は、授業終了21時からおよそ22時頃までが活動時間である。サッカー部、バスケ部、軟式野球部、自転車競技部、 陸上競技部はそれぞれ全国大会の出場経験がある。他鉄道路線バス東京都予選大会優勝及び全国高等学校定時制通信制サッカー大会出場及び平成二十三年度以降三年連続優勝している平成二十三年度東京都高等学校定時制通信制秋大会で優勝以降翌年春季と大会終季と大会で 第3位平成23年度、東京都高等学校定時制、通信青春期体育大会において、第3位入賞全国高等学校定時制、通信制陸上競技大会にて長距離部門、砲丸投げ部門、短距離部門、で、東京都選抜チームとして出場、全国高等学校定時制通信制、自転車競技大会開催当初から、 連続出場中全国高等学校定時制、通信生態育体会結果一覧より、ハット ABC 年表町田の教育2010、超伝思公式サイト読売新聞2011年5月14日、東京長官、広がる部活制限。ありがとうございます。